ける方がよろしいでしょうか。もうやりますよ。 OK ミュージックスタート。みんな大好きソフトクリーム、日本に初めて発売されたのが昭和26年7月3日。もう60年も前のこと。もうすぐで誕生日だね。ハッピーバースデー。君はどんな味が好きなんだろう。やっぱりバニラ、それともチョコレート、抹茶かな。僕はミックスが好き。君は舐める派かな、それとも噛む派かな。噛む派。よかったら今度一緒にソフトクリーム食べよ。劇団ひまわり、いいぞいいぞ。よく戦った劇団ひまわり。よく戦ったよ。ママちゃん、幼稚園児のスイカ割りお願いします。ミュージックスタート。ナチュ、それは海の季節。そう、僕の大好きなスイカの季節。輝くピース、君と僕の共同生活をスイカ割り。目隠しで無防備の状態でスイカ割る編というハイテンションなアクティビティ編。終了。劇団ひまわりです。ひまわり、劇団ひまわりです。今何、ひまわり同士で何かあったの。はい、ひまわり同士で、はい、ちょっと角質が角質本当にね、角質があるんだったら楽屋でやってる。楽屋であんなに楽しそうなんだから二人は。ちょうど薪だったんでよかったんじゃないですかね今。お前薪が出てるって言うな。うまいこと進行してたのによお前。何なんだよ。以上で終わりですかね。ありがとうございます。ありがとうございました。年少イメージ的には4歳児ぐらいでお願いします。4歳児ぐらい、うん、4歳児心の準備は気分が外に乗ってきたら行きますよ。いいですか。はい。はい、じゃあ行ってみましょう。ちょっと待って、大丈夫、ちょっと待って、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、ごめんごめん、追い込みすぎたか今。もう大丈夫か。大丈夫です。はい、わかりました。じゃあ行きましょうね。じゃあ畑野明さんで燃焼でレディーゴー。ありがとう父さん。ちょっと気をつけて。ユーゴー。ちょっとだけでいいんで、おい来たろって言ってもらえるかな。ユー。行っちゃったよ。ちょっとだけでいいんで。おい来たろ。じゃあ座長二人でちょっと簡単に簡潔に感想言ってくれ。どうだった感想。そうですね、やっぱり。おい、ユー。座長。ペロじゃないよ。おいおいおい。でもそういう会話欲しい。そういう会話。
欲しい。OK、うん、いいよいいよ2点あげる。何点まで意外に少ないよね。2点。2人どうだったかな。あ、でも本当にあの楽しかったですね。ただ1号、さらにはこちら、バー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 ン。それ音出てますから。バー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 ンバーバーン。それナイスショー、ナイスショー。また泣きちゃう、また泣きちゃう。ごめん、悪かった。さあ、すごい嵐、シャッフルトークということで。はい。というわけで、じゃあ、昼にやってもらって。オッケー、誰にしますか。じゃあ、この人いいんじゃないですか。まずは誰にするかな。まずは誰にするかな。誰にするの、小野坂さん。なんで、なんで、あいつ昼にやったから。誰にするの、あ、お父さん仕事で仕事ほら。ちょっと、ね、ものすごく屈辱的だったんですけど、なんか。じゃあ皆さん応援してあげてね。頑張ります。はい、じゃあ並川くん、ソフトクリーム距離近め、レディー、キャオ。お前何歯当てちゃったの。ねえ、距離近めっつってるでしょ。くっついちゃう。当てちゃったらダメでしょ。当てちゃってからのお前のマイクの音量めっちゃ絞られたからね。いや、なんかちょっとその後お前全然お前の声聞こえないからね。なんかこれソフトクリームしようとしたんですけど、おう、擬人化ね、擬人化ね、擬人化、あれ擬人化ね、擬人化ね、マジで擬人化、擬人化、擬人化。ソフトクリームしようで、ソフトクリームしようとしたんですけど、なんかしたなんかすごい声聞こえないじゃないですか。おう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 、マイクも使わなきゃいけない。そうですよね。おう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 、なんでなんかちょっとなんか分かんなくなって。言い訳はいいんだよ。マロ。かわいい、かわいい。マロ。カジ君のマロかわいい。まだやってないからね。これマロ。マロかわいい。マロどういう風にやるのか。カジ君のね、手腕が問われるね。カジマロかわいい。カジ君いいかな。マロできる。マロもう想像できてる。できてる。いける。オーケー。じゃあカジ君のマロジェットコースター、レディーゴー。夏恋ジェットコースター、脱ぎ捨ててしまえと熱い風が誘う。インビテーションサマー。モノクロな世界を夏色の日差しが変えてゆく。小麦に焼けた肌を映す水面に体投げ入れ、狙い撃ちを心に決めるよ。ああOK! これは素晴らしいですよ。すごい、いい出たよ、カジ君。できるかな、カジ君。すごい、いい出たよ、今。正解なんですかね、今のは。正解だよ。大丈夫ですか。すごい、100点満点だよ、カジ君。すごい、すごい、びっくりだったよ、カジ君。みんなが真似したくてしょうがない。頑張れ、こんな公の場でやらせてもらえるなんて。頑張れ、途切れ途切れのボーダー着てる人、頑張れ。これボーダーがないんじゃないですか。ちょっとぐじゃってなっちゃってるボーダー。なんだろうね、この柄ね。たくみ、準備 OK かい。 OK。 入った。いいね、いいね、なりきってるよ。じゃあ行くよ、たくみ、レディーゴー。いやけどね、クリームの正しい塗り方、
夏には欠かせないゆるキャラ、手に取って塗るのではなく塗りたい場所につけるのがポイント、それを手で広げるっていうやり方が効果的なんだ。夏場は汗ですぐに流れ落ちちゃうから気をつけてね。はい、オッケー、いいよいいよ、うまい。ちょっとさ、うまい、あのそうだね、いやね、みんながやるのの、うん、誰よりも今クオリティが高かった。そうね、そうね、やった、マジリオさんがね、もうやめろよ、仕事なくなるだろ。あ、すいませんでした、すいません、すいませんでした。じゃあ一発本物。いや、じゃあお昼やってるっすね、たくみ最後の投稿やってくれよ。立花風に、立花風に、じゃあ立花。おかしいだろ、何のやり方なんだよ。関係ない、それは新しいね。そっちにしようか。立花やって、立花、立花やって、立花お願いします。レディーゴー、うん、手に取って塗るのではなく塗りたい場所につけるのがポイント。お、すげえ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 、できるね、かわいい。いやいや、マジでき、すごい。え、これ全員すごいですよ。できんじゃないこれ。意外に渡してみますか、橋から。最後の一秒、立花風で、ここでいいよ、この場でいいよ。おい、センター行く、いける、いける、いける。じゃあ頑張ります。はい、レディーゴー。夏には欠かせない UV キャーですよね、組合のですよね、そっちの組合の人みたいになって、ごめんごめん。みんながみんなできるわけではない、うん、みんながみんなできるわけではないかもしれないけど、良平君はできる。大丈夫なの、大丈夫だ。良平君立って、じゃあ最後の一行だけやってみて。お願いします、レディーゴー。夏場は汗ですぐに流れ落ちてしまうので気をつけて。おー、すごいすごいすごい、素晴らしい。カズ君どうだい、可愛かったよ。わー